どうもこんにちは。今日は水槽立ち上げの動画です。自分はいつもレグラスシリーズの、ガラス水槽を使用させてもらってます。すごくシンプルでクリアで、かっこよくて大好きな水槽なんですけど、今回 R600S ですね。600、300、360の57リットルの水槽です。で、レグラスシリーズの、このシリーズの好きなところはですね、フレームとか、よく水槽の隅がフレームとかついてるんですけど、黒いフレームがですね、そういうのがついてないのが、シンプルで綺麗で大好きです。ただですね、今回 Amazon の初売りで買ったんですけど、上のガラス板が割れておりました。はい、まあ、Amazon で購入したんですぐ、返品の、手続きをしたらすぐ交換してくれるので問題はないのですが、やっぱり発送となるとこういうリスクもついてきます。あと、いつも苦労するのがこのレグラスさん、この買った時に貼ってあるシールですね。これを剥がすのがもう非常にストレスです。水槽はすごく気に入ってるんですが、毎回思う、皆さん思われてるんじゃないでしょうか。どうしてこんな、ね、観賞用の水槽として使うガラス水槽なのに、なんでここに貼るんだろうって思われないでしょうか。もうこうなっちゃうんですよね、このベターって。で、こっち側がダメなので逆側から今剥がしてるんですが、これが意外と剥がすのは難しいんですね。こうやってついてくるんです。で、爪でこうちょっと削って剥がしながらゆっくりゆっくり剥がしていってます。なかなかこの作業が大変です。で、またこれが1箇所だったらいいんですけど、レグラスさんの場合は、3箇所シールが貼ってあるんで、それを一回一回取っていかなくちゃいけないのがすごくめんどくさいです。こういう細かいところもちぎって、で、爪で削ってもなかなかもう取れないんですね、跡が。あとはもうこの粘着力で 取っていってます。まだついてますね。ちょ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 としたら、まあ、取れて、まあ、きれいになるんでいいんですけど、なかなかこの作業がですね、大変ですね。で、こちらももう一箇所ですね。これはそのテープの種類が、素材がっていうんですかね、紙ではないので、こちらは取りやすくはなってるんですけど、それでも粘着力がすごいんで結構な力がいります。ここの最初の角をこの剥がすのが大変で、ゆっくりで剥がれたら、もうこうなったら簡単です。こっちはやっぱ家の中で綺麗に、で、最後ちょっと跡が残るんですね、こんな風に。で、これもまたペタ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 としたら取れるんで、まあ特に問題はないんですけど、家の中で、金魚だったり熱帯魚だったり観賞魚ですね、綺麗に飾って飼育したいなって皆さん思われるかもしれないんですけど、やっぱりこういうシールとか気になるんですよね。小さなシールがものすごく、自分は、まあ、性格もあるかもしれないけど、まあ、こういうシールですね、あんまり気にならない方はもう貼ったままの方もいらっしゃると思うんですが、自分はもうこういうの気になるんで、剥がしてます、すべて目に入ったものは。こちらは簡単にスルッと取れましたね。で、あと中を洗浄します。一応買った時念のためちょっと消毒入れて洗浄してます。で、今回ですね、57リットルのガラス水槽を2つ導入しましたので、ブクブクも2つ追加ですね。もう倉庫の中に眠ってた、1、
半年前ですね、金魚を始めた時に間違って自分が買ってしまったもので、もうほとんど色が浅くなってるんですが、ずっと倉庫に眠ってました。中はもちろん新品なんで問題ないんですけど、こんな感じですね。自分はこのろ過フィルター、投げ込み式フィルターがシンプルで好きなんですけど、この黒のあの活性炭ですね、活性炭のやつを水槽に入れる前に必ず洗うようにしないと、水槽、きれいな水槽に入れた時にちょっと水が黒く濁るんですね。だからこんな風に洗うと黒いなんかすすみたいなものがきれいに取れます。結構強めに振らないと取れないですね。で、自分はいつも水柵8コアですねの L サイズですね、 L サイズを愛用させてもらってます。他のこんな風に黒いですよね、水が結構黒くなってちょっと見えにくいんですが、そうで、他のブクブクフィルターにね、浮気しようとしたこともあるんですけど、やっぱり、まあ、これがシンプル、今4つ並んでるんですけど、これ1個ポンって置くのが自分としては一番好みのスタイルかなと思います。もっと上手に排泄物取れるブクブクもあるんですが、ちょっと今のところ今後水柵です。で、今現在1月10日ですね、1月10日の今現在の水槽の中の金魚です。まあ、60センチ水槽57リットル、2匹以上は一応入れないようにはしてます。まあ、3匹ぐらいはいいかなと思うんですが、極力、あんまりたくさん入れないようにしてます。こちらがで1200ですね、いつもの1200です。もうちょっとあれ数減ったかなって思われる方もいるかと思うんですが、外にも船がいくつかあって、外で越冬できる冬越えですね、冬越えさせるためにもうほとんどの金魚を外で冬眠させてます。で、まあ中は何もいないっていうのは寂しいので、今回ですね、2020年ですね、2019か2020の、冬室内で、冬を越す金魚たちは、この金魚たちです。室内だとですね、やっぱり室内だと、なかなか気温下がらずに現在14度とか15度ぐらいです。もうちょっと下がってくれたらいいかなと思うんですけど、なかなかこの温度だと冬眠してくれないですね。室内だと難しいですね。だから意外と外で寒い中飼う方が安全というか、体調を崩すこともなく冬眠してくれるからですね、この中の金魚の方が体調を崩すことが、多いですね。で、この隣の水槽ですね、2つ同時に、立ち上げているわけですが、じゃあこの中に何入れるんだって思われると思うんですが、それはですね、また次回の動画で楽しみにしていただければと思います。それでは。